さんこんにちは、リアンです。先週はデニムと浴衣をほどいてスカートを作りました。浴衣をほどくのにちょっと手こずってイライラしてしまいました。今回はもう大丈夫です。あ、初めての皆さんこんにちは、リアンです。私は手作り動画とかリメイクとかいろんな楽しいことを発信しています。もしよかったらチャンネル登録しておいていただけると、毎週土曜日か日曜日動画出すように頑張ってますので、お知らせいきますのでよろしくお願いします。先週のスカートどうでした？結構めちゃめちゃ簡単だったでしょ。今回はブラウスを作ります。ブラウスの作り方は簡単なんですけども、ちょっとね、型紙をが今回は必要になってきます。前回の説明した通り、もう一遍説明しとこうか。こんな感じで浴衣をほどいて、で用意していきますよ。スカートとブラウスを作りましょう。用意するものです。デニム1本、ウエストはそのまま使います。ご自分のサイズに合ったものを使いましょう。着物1着です。今日は浴衣を使いました。襟を始末する用のバイアステープ1メーターくらいあれば余裕です。最初にカットするところです。着物のまま下から64センチのところを畳んだまま一気にカットしました。ここがブラウスになります。このピンクのラインがほどくところです。切り取ってこの部分の両サイドをほどきます。ここ両サイドの横ですね、横とこことここをほどきましょう。あと襟もほどきます。袖もほどいておきました。この襟をほどいたものからカフス用に44センチ ×9 センチの四角を2枚用意しました。その他にもここの上につけますので大事に置いておいてください。剥ぎ合わせ方です。先ほど64センチカットしたところがブラウスになります。オレンジのところが後ろ身頃、前でもいいけどね、これまんまつなげたまんま1枚で使います。先ほど置いといてねって言った襟ほどいたところを横に合わせてセットします。ほどいてバラバラになった前身ごろを2枚合わせて縫い合わせます。ここもほどいた襟をセットして縫い合わせておきました。着物や浴衣を使わなくても普通の布地でも83センチ ×72 センチの四角をご用意してください。それが2枚あれば作ることができます。身幅を大きくしたい方はこの生地幅を広げてください。反物の真ん中あたりに切り替えて増やすのもいいでしょう。例えばここの間に奥身を挟んでこのようにレイアウトするのもいいでしょう。その他にバイアステープ70から100センチを用意します。前回用意したカフスの2枚今日使います。それで浴衣をほどいたものを図のように縫い合わせました。そしたらこういう大きい四角ができます。ここね、切り替え入れてみたんだけど、デザインで可愛いかなって思っただけで、面倒くさい人はもうこんなことしなくていいです。で、普通の布を用意される方も簡単に作られたかったら、ここの幅がなくて60から66センチ。で、高さが80センチ、60から66センチ、80センチの長方形を2枚用意してください。それだけでいいです。切り替えとか別にわざわざする必要はありません。私は浴衣で寸法足らなかったから、足りるようにと、あとちょっとデザインで鍵合わせてみただけですので、形としては支障ないので、66×80 の長方形2枚でも大丈夫です。その次にカフス44センチ ×5 センチのものを2枚して、前回は上下アイロンで1センチずつ折って準備をしてありますね。襟の残りの布でカフス2枚を用意しておきます。後でブラウスに使いますよ。44センチ ×9 センチの布1センチずつアイロンで折り目をつけておきましょう。じゃあ早速今日は型紙から作っていきましょう。
はい、じゃあ早速作っていきますね。じゃあ大きい正方形が用意できました。これで、あと袖に前余ってんねん。それでバッグ作ろうと思ってるんですけど、まだそこまでデザイン考えてないです。で、今回は私の持ってる古いブラウスがあって、それをちょっと着やすく自分なりで適当に線引いたものをパソコンで製図しました。メンバーシップの方でお配りしています。メンバーシップって何ってよくご質問いただくんですけど、 YouTube で入れる私のファンクラブです。たまーにある型紙を配信したり、月1回ライブで楽しい配信したりしています。もしご興味ある方は概要欄の下にメンバーになるところのリンクがありますので、そちらからご覧くださいませ。じゃあ型紙やっていきます。今回はなんと対策です。いつもは襟のカーブだけとか、ここだけとかなんですけど、今回は全体図です。すごいよ。だから10枚あります。10枚頑張って印刷してください。印刷の仕方とはメンバーシップの方でお知らせしてますので、そちらをご覧ください。そしたら早速組み立てていきます。組み立てやすいようにいろんな工夫してみました。星3で ABC って言ってみたの。これをこうやって重ねて、トン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 重ねていただければ、A は A の上重ねて、こうやってね、ちょっと透けてるところなんかで見ていただければ。で、型紙を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってなるようになってるので、この B の星の上には B をつなぎ合わす。こっちも B の上には B をつなぎ合わす。型紙5番で、D の星には D の星の続きを重ね合わす。という感じで、どんどん組み立てていきます。じゃあ私やっていくね。ここ早送りでピーってやっちゃってね。なんと、iPad のアプリで、こういう光だけの、やつがあるんですよ。これ無料で。これちょっと便利で、よくたまにトレースするとき使ってますね。できた。型紙できました。で、これは縫い代付きです。ここは縫い代付き、ここも縫い代、ここはついてないけど三つ折りにして縫うぐらいで、長いのが良かったらここで長さ長くしてください。ここはカフスがつくので縫い代がないです。ここ前の襟のカーブ、これ後ろ襟のカーブだから、前身頃取るときはここのカーブで切って、後ろ身頃取るときはここの後ろのカーブで切ってください。ここもバイアスで始末するので縫い代ないです。ここが輪になります。じゃあこの赤い線の外側を切っていただくと型紙になります。パチ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 ー。そしてやね、あとサイズ調整、ちょっと私 L サイズなんだけどとか、ちょっと私スモールちゃんなんだけどっていう人は、ここの肩のところの真ん中ら辺でこう折って、私ちょっとスモールちゃんなのとか、ちょっと私 L ちゃんなのっていう人は、だいたいここの肩の真ん中ぐらい、適当、ここら辺の、ここら辺ね、ここら辺ね、をまっすぐ線引いてもらって、下までね。で、ちょっとスモールちゃんなの、ウエスト、ここが細いのっていう人は、ここでこうやって2つ線引いて折って重ねてくれたらいいよ。ここ折ってこうやって重ねて、こう重ねて小さくしたらいい。あとちょっと L ちゃんなのっていう人はカッターでここ切り開いて、広げたい分だけ1センチ広げたら、前身頃と後ろ身頃で4箇所で4センチ増えるから、1センチ隙間開けて、そこをテープで貼って広げて使えばいい。2センチ開けたらなんと8センチ大きくなるからね。そうやって調節をしてください。長さはちょっと当ててみて、仕上げ見てみてからここで短くしたりしてもいいし、長い目にしたい人はこのまま延長で5センチでも10センチでも延長して使ってみてください。今回はもう切ってあるからこの長さにしてあります。はい。じゃあ、これカットしていきまーす。チタチタン。チタチタン。よいしょー。これが、メンバーシップでは無料でもらえるって、めちゃめちゃお得だと思います。まあ、メンバーシップさんは会費がいるんですけどね。その他にも、毎月私とライブ配信して、いろんなチャットでコメントしておしゃべりしたり、あと、私のイベントの先行予約、メンバーさんだけ先優先的に予約取っていただけたりできます。
と、で、この間お正月は顔出しで、非公開で、ズームでリモート飲み会とかやったよ。そうやってリアンとより深くコミュニケーションとって遊べるのが私のメンバーシップです。ご興味ある人は、ぜひ入ってみてね。はい、型紙できました。で、ちょっと裏もほら、ベロベロになるから、これもセロテープ貼っとこう。ほらじゃ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 ん、実物大型紙できました。よし、じゃあ作っていこう。じゃあ前回やった生地で後ろ身頃と前身頃1枚ずつね、最初におすすめは最初に後ろ身頃を取って、その後ここ切り取って前身頃取ると楽ちんかなと思います。よし、じゃあまず後ろ身頃から、ここの切り替えがある方を上にするよ。ここちょっとだけね、切り替えしたの可愛いかなと思って、でこれちゃんとアイロンで平らにしてあるから、中表にする。別に印つける必要ないから、中表でも何でもいいね。そしてこれをこうやってする。お、ちょっとちょっと足らんやん。タラン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 、どうする？私、うん、どうしようかな、足りるようにしちゃうかな。ちょっと作戦こばして、タイム。はい、作り直してきたよ。この型紙が予定してたのと全然サイズ違かったから、もう一遍測り直してパソコンの作り直してきた。こっち置いてみるね、これ古い入らへんかったやつはポイしよう。ポーイ。で、これここにこうやって、ほら。入るねー。入るようにできましたー。ほら、切っていこう、切っていこう。型紙を置いてカットします。生地を2つに折り、輪のところに型紙をセットしてカットしていきます。YouTube のリアンのメンバーシップの方で型紙をお配りしています。詳しいことは動画のタイトル下のメンバーシップはこちらからご覧ください。型紙を置いてカットします。前身頃と後ろ身頃です。このようにカッターで切っていきましょう。黄色いところはロックミシンかジグザグ縫いをしておきます。またいらんかもしれへんけど、下2センチぐらい縫い代つけとこうかな。ちょっと書いとくわ。ちょっとこれは型紙には書いてないから、私みたいにしたい人は下2センチ縫い代つけてください。拭いてレイアウトしていきます。これね、さっきの続き、上切り替えがあって、ここのワンピース真ん中で縫い合わせてあるところを折ってあるよ。で、ここはもう縫い代入ってるから、キリキリまでで大丈夫。で、ちゃんと入るね。頑張りました。そして、ここに大体2センチ縫い代取っときましょう。書いとこうか。ね。で、2センチ、こういうのがあると、こう型紙に当てて、2センチのところにこう線引いたら簡単に縫い代書けるから、もう直接綺麗に書いちゃってください。いけました。あれは？セリアね。回しもんちゃうからね。何も持てないからね。そしたらこれを切っていきます。うん。じゃあ、ローリングカッターでシャキンと切ろうか。まず、後ろ。ここの首のカーブが後ろのところから切っていくから、これは後ろです。よいしょ。もうこの首も私がふーって手で引いただけやから、歪んでたらごめんやで。はい、これで後ろ身頃できました。開いてみましょう。こんなブラウスになるよ。ちゃんと大丈夫かな。じゃあこれで今度前身頃するときはハサミちゃんで前カーブって書いてあるところを切ればいいよ。ニューって書いてある。もう一回間違えへん。前カーブのところちょっといい感じになるように今わざとずらして切りました。よいしょ。で、これで前身頃の型紙出来上がり。なんて簡単。で、これもう一個用意してあったやつをまた広げて、で、これをまたカッターで切って用意してちょうだい。うん。よかった。
じゃあ2枚切れたよ。後ろと前身ごろできました。じゃあこれを中表に、あらワンコ泣いてる、若表に。なごちゃん、なごちゃん、なごちゃん、おいで。うらいな。これを中表にして重ねますよ。ね。で、ここを1センチの縫い代で肩を縫い合わせます。じゃあ、やってみましょう。肩を縫い合わせます。生地を中表にして2枚重ね、肩のところ1センチの縫い代で縫い合わせます。縫った後はアイロンをかけておきますよ。そしたらここのところ1センチの縫い代で縫っていきます。いつもまた言うから、いつもの人はピロピロって飛ばしてね。初めて見る皆さん、こんにちは。待ち針じゃなくて洗濯バサミだし、何もメモリ打ってないです。どうやって1センチの縫い代で縫うかっていうと、私はミシンの針から測って、1センチのところにマジックでもいいし、こうやってマスキングテープでもいいから貼ってください。そしたらちょうどこうやってやった時に1センチの幅を目印にして縫っていくことができるからです。そしたら早速縫っていってみるね。なんかもう熱くなってきたね。で、いつもやったらロックミシンでするんですけど、ちょっと続けての作業が直線ミシンなので、今日はとりあえず直線で縫っといて、最後に一気にロックで始末していきたいと思います。ロックミシンない人はジグザグミシンかけといてね。はい。はい。肩。で、これ縫うてる間にアイロン温めとこう。ミシンやとアイロンで割るから。アイロン温めときます。ちょっとまた置いといたら、アイロンちゃん調子悪かったんですけど、ちょっとしばらく使わず放置してたら、また普通に使えるようになりました。なんでや、なんでや、うん、はい、縫えました。じゃあ縫ったところ、縫い代を割っていく。今ちょっと考えてる、縫い代って言葉が出てこなくてね。これちっちゃいアイロン台あると便利ですね。これはダイソーで200円だか300円だかで買いました。私は基本座ったまんまできるだけ動かないです。よし、はい、こうやってちょっとここ長いから切って、ハサミ好きです。いろんな形のハサミ見たら買っちゃいます。道具好きです。よし、温まってますね。で、ここ割っていきます。ちゃ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 。こうやって作業ごとにアイロンで縫い代を割ったりかけていったりすると、ぴっちりとした仕上がりになると思います。はい、そしたら次、よっ、バイアスの始末します。襟からね。で、普通皆さんは市販のバイアステープ使ってください。私は買いに行くのめんどくさかったので、以前作った私の手作りバイアステープでやっていきます。で、バイアスってさ、襟いつも悩むね。表からつけて、このままのね。うん、OK。首周りのバイアスの始末です。肩を縫い合わせたら、バイアステープをつけていきます。ここのバイアスセットし始めは、1センチほど折りたたんだ上に、ぐるーっと沿わしてきたバイアスをこのまま重ねます。そうすると、このような感じになります。1センチの縫い代でミシンをかけましたら、バイアスの外側の折り目をカットします。最初の縫う前にカットしておいた方が楽かもしれないですね。で、カットしましたら、ここのミシンの縫い目を基準にしてぐるっとこのようにひっくり返します。するとバイアスが裏に入って外から見えなくなります。こちらは裏から見た図です。この端をミシンでかけて始末していきます。はい、じゃあバイアス始末していきます。まずこれ身ごろ肩縫うてあります。そしてここ表を上にしてください、ね、表上、ね、首入るかどうかちょっとチェックしとこうか。大丈夫です、うん、頭入ります。安心しました。私が適当に切ったやつやからね。はい、じゃあこれね、表ムームーみたいやね。
バイアステープつけていきます。ちゃんとこれで足りるかざっと見積もるね。じゃあ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 。一生懸命待ち針でつけてさ、足らんかったらショックじゃない？あ、足りそうですね。やっていきましょう。だいたいここら辺の後ろの分かれへんところから始めます。で、最初始めるときは、ここの最初1センチぐらいこっちに折り込んでください。ね。で、これを上にしておきます。ここのバイアスの折り目の線、これが目印になっていくから、こうやって引っ張りながら待ち針で留めていきます。カーブのところはカーブして、わりかし細かい目で留めていった方がやりやすいかな。手作りのね、バイアスやからね、ちょっとヘロヘロやねんけど、その辺はもう、ご勘弁くださいませ。はい、端っこまでできた。そしたら、ここさっき重ねたとこあるでしょ？そこのキワキワまで持ってきて、ここ今折り返して最初の始まり。ここに2センチぐらい重なるところでバイアスを切っちゃいましょう。パチンとね。いいの？いいよ。ポチッと切っちゃいました。で、これぐらい残ったから1メートルあって、30センチぐらい残ったから、バイアスは70センチぐらい使いました。そしたら、ここね、重なってるでしょ？これ重なっているところ、ここ、ほら、折り返して。これをこのまま塗ってあげると、最後に綺麗にくるんと包むことができるね。で、まず今やることは、この今押さえたところで、バイアスの折り目に沿ってミシンをぐるっと一周かける、いうことです。ほな、ミシンかけましょう。すごい縫えた。黙って、私だって黙ってる。うまくいったかな？じゃあちょっと見てみるね。そしたら今度ひっくり返していくんやけど、このカーブになっているところをちょハサミでチョキンチョキン切り目入れてあげます。カーブだからね、その方が綺麗にひっくり返るから。ちょっと切っていこうか。ね。チョキチョキよ。チョキチョキ。切りすぎて縫い目切らんようにね。チョキチョキチョキ。ここ2、3チョキチョキで。あとカットでいけるね。前回のデニムのスカートどうでした？可愛かったと思うんですけど。これ長さあるからスカートと一緒に着たらちょっと変かな。これはこれで単品で着た方が可愛いかも。スカートロングやから上ショートのやつを持ってきて合わした方が可愛いような気がするんやけど、一遍着てみましょうか。できたらね。よいしょ。順調にできたらの話はね、できへんかったらごめんやね。と言ってる間に一周くるりと切れました。はい。じゃ切り目入れました。で、これひっくり返していくんですけど、このまんまやったらバイアス太いんですよ。だから、この折り目、バイアスって両側は折り目あるでしょ？この外側の折り目の分を切り離しちゃいます。ここね。こうなってるところ、この折り目の線のところで切っちゃいます。よいしょ。これ最初に切っといた方が良かった？縫い付ける前に。この動画見てから作られる人は縫い付ける前に片っぽ折り目切っといてもいいです。その方が切りやすいかもです。この大きいの使いにくいです。ちっちゃいハサミで切っていきます。ね。この私の容量悪いところを糧に皆さん容量よく作っていってください。なんて良い動画でしょう。まだ大阪のワークショップ皆さんご参加くださりありがとうございます。とっても楽しかったです。なんかショート動画も見てくれてて、最後のこのポーズで足上げてとかリクエストいただいたり、私もあまりそう深く意識して、ショート踊ってるつもりはないんですけど、こうやってリズムに乗ってるやつが踊ってるとみんなに言われ、え、あれ踊ってるって、踊ってるって見えるんや。思いましたね。直接視聴見ていただいている方とお話しできるのとっても楽しいですね。私いつもこのカメラを相手に喋ってるんですけど、面白い。いろんな人いて、こうラジオ代わりに聞いてるのよとかおっしゃってくれたり、車運転しながら聞いてるのよとかおっしゃってくれてありがとうございます。運転気をつけてね。
よいしょ。ちっちゃいハサミの方が切りやすいです。今日の晩ご飯は、にゃん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 。アジのたたきです。いらん。なんでアジのたたきかっていうと、ちょっと魚おろす練習したい人がいるので、魚おろして、美味しくたたきにしていただきたいと思います。はい、できたできた。長いのに、これさ、折り目のとこ切ったやつね。これ入れないから、こうしますね。これいいでしょ。大島紬の歯切れでバイアス作って置いてあったんです。たまたま、なんか前作った時に余ってたやつですね。はい、ほんでこれくるんでいきます。じゃあこれ今、裏が上向いてるよ。ほんでバイアスの縫い始めここです。1センチ折って、その上に広げたバイアスを縫ってあります。で、今片方を折り線切ったとこです。そしたら、ここの折り目を包み込むようにして、プルンとひっくり返すね。ここもね。ここも包み込むようにして、くるんと返す。で、待ち針ちゃん。次も行くよ。次も行くよ。ね。ここを塗ってあります。切り目入れてあります。ここ乗っけます。かぶせます。んで、ここのミシン目ちゃんで倒します。ね。そうすると反対から見たらどんな風に見えるか見ていただきましょう。これ、裏ね。表から見たら、ほら、何も見えへんでしょ。綺麗。ね。バイアスが全然見えへん。ちょっとさ、大島のバイアスって高級感あるでしょ。これをぐるっと一周やったら、ここのキワキワをミシンかけていったら、襟周りが出来上がりですね。それやっていくよ。つったたった、つったたった。で、目撃からラーメン食べるよって言ってたのに食べてきました。めっちゃ辛かったです。でもめっちゃ美味しかったです。癖になります。ハマります。もっと家の近いところにあったらしょっちゅう行くのに。よいしょ。ね、各地方によってラーメンって種類いろいろ違いますよね。私ラーメンとか麺類がすっごい好きなんで、結構出張とか行ったら、うどんとかそばとかラーメンとか食べますね。もう基本食いしん坊やから。はい、私は食いしん坊。りあちゃん、ちょっとバイアスの葉は違うんちゃう？手作りや。違う。気にせんといて。自分できる分やからええねん。また言うで。知らない人が、あらあら、あなたちょっと襟元のミシン目の幅が違うわ、とか言う人がいたら、手作りですって言うんでください。カフスをつけます。襟ぐりの始末ができましたら、お袖の始末をしていきますよ。今回カフスは長い目に取ったので、長い目にセットして、後でカットして使いました。表向きに本体を置き、カフスの裏を上に置き、ミシンで縫い付けます。縫えましたら、これを起こして、くるりと半分に折って、で本体を挟み込みます。そして端っこミシンをかけます。じゃあ今度は袖の始末していくよ。カフスでね、半袖にするので、ここ肩縫い合わせて襟ぐりもちゃんとバイアスで始末できています。これピロンピロン大丈夫にできています。じゃあ最初の方に用意したこの両端1センチで折り目つけたやつをここの袖口にセットしていきます。どっちからでもいいけど、今はこっちが裏が上向いてるよ。これにこのカフスを乗っけていく。でちょっと長い目にやってあるから、後でプチって切って揃えようと思うの。だからこっちの両端から 2,3 センチはみ出たところに重ねます。でこれ広げてちゃんとぴったり合うようにピンチしとこう。でこの木は1センチの縫い代でツタタタッと直線ミシンかけるよ。見ててね。できたよ。こんな感じ。これね、はい、縫えました。こっち裏。今度表向けますね。表向けてこうやって、ちょっとここアイロン押さえとこうか。もうね、ここアイロンほかほかについてるから、暑い季節になってきたよ。はい、こっち今度表こうなりましたね。ここ縫ってあります。ちょっと長いです。これを半分に折って、ちょうどここのミシン目が隠れるようにセットしていこう。ここアイロンで1センチ折り目つけてあるから、めっちゃ楽ですよね。でね、かぶせるの。
そうするとここが半袖のカフスになるからね。そうしたらここを 2,3 ミリの端ミシンかけて仕上げる、カフスを仕上げる。ちょっとかけていきましょうか。私が型紙さえ作ってあるから、あとは皆さんはお気楽極楽にできる。はい、できました。これカフスちゃん。でここアイロンかけて綺麗にしましょう。じゃん、どっからアイロン台出すねって、まあまあまあ。はーい、じゃあアイロンかけて、ついでにここの折り目も綺麗にね。綺麗になりました。そうしたらこれちょっと裏向きに半分に折るよ。ここ肩ね、肩の縫い合わせたところで折って、こうなってるじゃんね。でここ私後でジグミシン、ロックミシンかけるけど、最初にジグザグかけといた方がロックない人は楽やと思います。説明で言うようにしときます。でここのカーブ合わせて同じやからね。ほら、同じ型紙作ってるからぴったり合うね。そしたらこんだけカフス長いでしょ、ここで切ります。でこのこういう流れに沿ってパスンと、こんな感じで斜めに切ってもいいし、まっすぐ切ってもいいし、まあお好きに。脇を縫って裾を三つ折りにして仕上げたら出来上がりです。脇をミシンで縫っていきます。じゃあこれで一気に脇縫っていくよ。こうやって合わして、2枚合わして、1センチの縫い代でダダダダダダッと縫っていきます。ミシン、ロックミシン出しっぱなしの人はもう4本ロックで1回でやっちゃってください。私ちょっと出すのめんどくさいから、まず直線ミシンでやって、で最後にロックで始末したいと思います。お着すんなーって、もうね、上げたり下げたりしんどいね。でも最後さ、ここ裾三つ折りせえなあかんやん。あかんわ。ロック出すわ。だってここさ、三つ折りするときに始末してなかったら困るもんな。頑張ってロック出すわ。ちょっとお待ちくださいまし。出したー、ロックミシン。そしたらこの脇下を一気にタタタタタタッと縫っていく。ね。よいしょ。やっぱり便利。はい、できました。こんな感じで4本ロックだから、2本まっすぐ縫いで2本でかがってくれるの。だから1回で直線縫いとかがり縫いができます。そしたら次は裾の始末をやったら出来上がり。こんな感じで説明聞いて、アイロンをかけましたら、裾をこのように三つ折りにしてミシンをかけたら出来上がりです。もう少し頑張りましょう。はい、じゃあ説明聞いてくれた？裾の始末して仕上げていくよ。裾は一辺着てみて長さ合わして、で考えて短くしたかったら短くしてね。私は1センチ折って1センチ折っての三つ折りでぐるっと縫っていく。その時に面倒くさいから面倒くさいからもうミシン縫いながら三つ折りにしていくよ。ちょっとやっていくからね。見えるかな、ミシン。よいしょ。どっこいしょ。よいしょ。ミシン登場。こうやるやん。でも端っこぐらいからだいたい始めるんですよ。はい。1センチ折ってもう1センチ折って、この折ったまま離さずに、よいしょ。こうやって針を置いて、ミシン、針落として押さえ下げます。そしたらですね、いつも見てくださってる人は、はい、また言ってますと思うと思うんですが、ここでまた1センチ折って、また1センチ折って畳んだら、ふわっとしてるでしょ、ここふわっと。ここをチューって、身内でチューってやってあげると、ほら不思議。1センチ1センチの三つ折りになりましたね。これをゆっくりミシンかけていきます。下のワンようにね、たまに下も縫っちゃう。でまたこの辺で1センチ折って1センチで、また注意とね。いけてる、順調順調順調っすね。なんかさ、浴衣が気持ちのいい季節がやってきたから、これも浴衣とか手ぬぐいでいろいろ継ぎはぎして、
作ってるんですけど、冬のの気持ちのいい季節になってきて、去年ライブでアッパパーやろうアッパパーって言ってたのに、アッパパーできひんかったからアッパパーせなあかんね。なんかお風呂上がりにサパッと来て、もうそのまま外行っても寝ちゃっても OK みたいなアッパパーを考えやなあかんね。これからの季節そういうの必要やよね。おー、なんやかんや言うても気にできたね。あ、なんかごまかしながらやったら適当にうまいこと言ってた。はい、できました。糸切ろう、糸切ろう、はい、ちょ、ひっくり返すね。できた、できた、ひっくり返そう。よしよしよし、おっ、いいよ、思ってた通りよ。はい、できた。このね、袖もすごい簡単カフスやから、いつものカフスより簡単やと思います。こっちが前で、そっちが後ろ。はい、できた。じゃあちょっと着替えて、こんなんですって、また久しぶりにやってみようかな。待ってて、待っててね。はい、できました、ブラウスです。私的には型紙作るのはめちゃめちゃ大変でしたけど、作るのはめちゃめちゃ簡単でした。こんな感じにできたよ。お尻がすっぽり隠れるぐらいの長さで、私は身長160センチです。で、横幅はこんな感じです。で、小デブです。前から見ても横から見ても厚みが同じです。悲しい。で、袖周りはこんな感じでゆったりしていて涼しいです。浴衣の生地なので、今日は湿度がとても高くってすごいジメジメしてるんですけど、すっきり爽やかです。着心地最高やから、これでワンピースのアッパパーを作ろうか、今度やってみたいと思います。で、この型紙さえあったらアッパパーも簡単にできると思います。もし型紙、私と同じものがお作りになりたい方は、私のメンバーシップに入っていただけましたら、でダウンロードできますので、ご興味おありの方は動画のタイトル下のところをご覧ください。こんな感じです。やっぱりね、型紙でやったらすごい楽。はい。ほんで、サイズ調整も言うたとおりみたいな感じです。どうでしょうか？いいね。浴衣の生地最高。今回浴衣ほどいたりどうのこうのしたから、あんまりこうほどかんでええようなアッパパーをちょっとできたらいいなと思います。アジサイの柄かわいいですね。前回はこれの下のデニムのスカート作って、今回はブラウスを作りました。ちょっと間空くかもしれないけども、まだ生地余ってるからバッグかなんか作りたいなと思っています。もしよかったらチャンネル登録しておいていただけますと、新しい動画が出たらお知らせが届きます。私も嬉しいです。これからもどんどん楽しい手作り考えていきたいと思います。皆さんのコメントとかリクエスト、とってもとってもなんていうのかな、糧になっています。だからリクエストとかあったらすぐにはできないかもしれないですけど、ここに置いといてイメージ降りてくるのを待っといてくれたら、1年越しとか2年越しとかにやってるのありますので、どうぞリクエストよろしくお願いします。ゴールデンウィーク、みんな安全安心で楽しんでね。これからもお家で楽しくこれ作ってもらえたらいいなと思います。一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。またお会いできるのを楽しみにしています。リアンでした。こんなんです。ほいほいほい。メンバーシップを始めました。リアンの作る友達、つくともちゃん募集中です。特典はコメント欄で使えるオリジナルリアンバッジと絵文字、つくともちゃんだけが読むことのできる裏話コミュニティ投稿、型紙のダウンロード、限定のライブ配信などなどです。バッジはご入会いただいてから期間によって成長していきます。作るよ、作ったよ、すごい、ニコニコ、びっくり
っていう絵文字が使えます。応募方法はパソコンのリアンチャンネルのトップボタンからお申し込みいただけます。一緒に楽しめるつくともちゃん、お待ちしています。